カイザーはアメリカ合衆国オーレゴン州マリオン軍に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は36,478人である。北45度線上に位置し、セーラム都市圏に属している。市名は1843年の荷車隊で、この地域に到着して無償土地登記を行った二人の開拓者で、 ドイツ系のトーマス・ダブ・カイザーとジョン・ブルックス・カイザーにちなんで名付けられた。最初の開拓地は、ウィラメット川の岸に近いカイザーボトムだった。その後、土地登記記録の写しを作る、いずれかの時点でその綴りに誤りが生じた。この開拓地は1861年に洪水に襲われ、住人はより高い場所にその家屋を再建した。洪水は1943年。 1945年、1946年、及び1948年にも発生し、町の成長を妨げた。ウィラメット川の流れを制御して、カイザーの町が繁栄を始めたのは1950年代にダムが建設されてからだった。セーラム氏はその北部市境に隣接し成長するカイザーの町を何度も併合しようとしてきた。1964年からは、 多くのカイザー住民が独自の市を作った方がより安価にできるということを人々に分からせようとした。近くの未編入領域であるクリアレイクの支援もあって、カイザー住民の投票で市を作ることに決めたのは1982年11月2日のことだった。カイザーボトムには現在カイザーラピッツパークがあり、ここはドッグパーク、遊戯場、ボートキャンプ場、 自然の道及びスポーツコートがある公共公園になっている。カイザーは北45度0分2秒整形123度1分19秒北45.00056度整形123.02194度45.00056-123.02194に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によれば 地域全面積は7.4平方マイル。このうち陸地は7.2平方マイル。水域は0.2平方マイルで、水域率は2.03%である。標高は132フィートである。カイザーステーション、ショッピングセンターボルケーノズスタジアム以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。毎年5月にアイリス祭が開催され、 カイザーのアイリス栽培産業を紹介している。この祭りは、軍内最大のアイリス栽培小売業者である、シュライナーのアイリスガーデンが創設し、1987年からは、カイザー商工会議所が講演してきた。遊園地用乗り物、ビアガーデン、工芸品と食品の屋台、5キロメートルのランと多くク、クラシックカーのショー及びパレードが出される。毎年12月初めから、 クリスマスの翌日までガスバーコークがカイザーミラクルオブクリスマスライトアップを展示している。祝住人の多くがクリスマスの電飾を他の祝日をテーマにした飾りにしようと決めた。毎年約3.5マイルの沿道を2万台に登る自動車が訪れている。観光客は沿道に沿って缶詰の食料など保存食を寄付できる。2007年 マリオンポークフードシェアに19000ポンドの食料が集められ、現金17100ドルが寄付された。カイザー歴史遺産博物館は、カイザーヘリテージコミュニティセンターの中にある。この建物は元カイザー学校だった。1916年に建設された、この学校は完全に改修され、カイザーでは唯一の公共歴史建築物になっている。 この建物には他にカイザーコミュニティ図書館、カイザー芸術協会とガローおよびカイザー商工会議所が入っている。セーラムカイザーボルケーノズは A クラスマイナーリーグであるノースウェストリーグに属する野球チームである。市内にあるカイザースタジアムを本拠地にしている。このスタジアムではオーサー野球選手権やオレゴン大学ダックスとオレゴン州立大学、 ビーバーアッズとの間のシビルウォー試合も行われている。カイザー氏は長い間、唯一の高校スポーツチーム、マクナリー・セルティックスの支援者だった。近年何度も、州レベルの大会で優勝し、2009年には、野球チームがボルケーノズ・スタジアムで州のチャンピオンになった。カイザー氏は、セーラム・カイザー教育学区に属し、高校1校、中学校2校、 小学校7校が入っている。カイザーで初の学校校舎は1878年に建てられ、最初の教師はアメリカ合衆国上院議員チャールズ・ウェル・マクナリーの姉ニーナ・マクナリーだった。最初の校舎は1915年に壊され、1916年に現在カイザーヘリテージコミュニティセンターとなっている建物が建設された。 1980年代までに1916年創立のカイザー小学校が危険だと判定され、1987年に新校舎が建設された。1953年に建設されたカミングス学校は地域の増え続ける人口に対応した。1955年、カイザー教育学区第88号とセーラム教育学区第 24CJ 号が合併し、 セーラムカイザー教育学区となった。ありがとうございます。